わかりました。あ、こんにちは、あの西垣正信とずっとどうぞ。松本大輝です。はい、今度の月末のバッハのコンサート、なんて言うんだろうね、バッハってあんまりコンサートで話しながら弾きたくないんだよね。僕らそうですね。なんでなんですか、あれは。知らん、理由は分かんないけど、なんか不思議ですね。でも誰に相談しても同じこと言いますね。なんか、あ、そう、やっぱり他の人に聞いたことないわ。あ、そうですか。バロック音楽の前っていうよりバッハの前になんかこう、喋りたくない。だけでもないと思うんだけどね。説明がしたくないわけじゃないんですよね。単純にこう喋りたくないんですよね。喋りたくない。はい、で緊張感でいうと僕の場合スカラっていうの方があるんだけども、はい、スカラっていうまあそこまでこう感じないんだけど、バッハの時なんか嫌だよね。そうですね。気のせいかな。で みんなそういう結構聞きますよ。でも、はい、すごいね。でだからバッハとか演奏について、はい、僕は動画とかですごく小難しいことはいっぱい喋ってるけれども、もうごく普通の質問っていうか話をした、はい、でバッハって言っても本当に聞いたことがない人もおられるだろうし、そういう人が喜んでくれたら演奏家ってすごい嬉しいよね。そうですね。で誰だって初めて聞いた時はね、こう何にも知らずに聞いてるわけだから、はい、そういうバッハについて質問を募集したんです、募ったんですよね。そしたら第一問がね、すごく難しい質問が来て。ちなみにこの質問を受けた方ってどういう方なんですか。音楽愛好家とかもう全然関係ない方なんですか。第一問はよく分かってる、名前言っていいかな、あとでまあダメだったら隠せばいいかな、あの西浦さんって、まあ、西浦君って阪大の科学の先生、化学の先生、はい、でさすがに学者らしく、バッハの、分かりますかね、音楽教室の後ろに肖像画があって、はい、あったのかな、多分あったと思いますけど、ここあんまり覚えてないんだけどな。で、あれ全部カツラなんですよね。はい、で、カツラの下の髪型は何ですかっていう。一個目の質問。これ大変なんだと思う。いやもうそれはもうつるっぱげだと思いますけど。全然。それ、はい、気をつけて言わないと、はい、質問した西浦先生がそのタイプだから。こう、あ、そうです。絶対ちょっとじゃないですか。すいませんでした。謝ってますもんね。それはでもやっぱりハゲを隠すための昔のファッションですよね。今で言うところの、うん、なんですか。大体皆さんこの絵でご存知なわけよね。こうでこういうカツラをかぶってて、でこれを抜いたら髪型は何だったかって。いやそれは。でも昔のその時代の風習ですよね、うん、そのもう髪がなくなったらかつらをっていうか、その感じですよね。そうだね、宮廷で、いやいや、僕は社会学関係の友達が多いから、うん、割とその話を昔から聞いてるわけ。あ、でも僕も一回本当に考えたことあったんですけど、なんか若い人が、うん、若い肖像画でこの明らかにかつらって分かる感じの、うん、なんか髪型ってあんまり見ないですよね、当時の。ただちっちゃい子供とかが例えばこの髪型をしてるってないですよね。ないないない。だからやっぱり年いった人がしてたっていう事実はありますよね、うんうんうん、だからやっぱりそう考えると中身が、うん、ルイ14世が30過ぎて薄くなってきて、はい、こうたくさんカツラ技師っていうのをカツラを作る人をベルサイユに呼んで、でそれからが流行になったっていうんだけれども、まあ、宮廷の文化だよね、はい、でさっき多分ハゲてるって言ったのはどうして、うん、まあ、ハゲてる人多いよね、まあ、
なんていうかでもそのまんまですけど、やっぱ隠すためにじゃないですか。だってこの髪型って地毛でもできるじゃないですか、多分頑張れば。できない。あ、できないですね。できるかいこれ。このね、このチリチリになって、チリチリはどうしてなんだろうかっていう気がするけどね。あ、でも確かに自分でできない髪型をしてたするためにカツラをしてたっていう話もあり得るかもしれないですね。うん、あ、それはあるね。あの宮廷の女性なんかはもうありえない髪型をね、うん、もう裁判も船まで乗っけてた人がいるよね、はい。もし怪我あったとしても大体多分みんなこう髪をもうなんていうの、全部切ってたのね。ああ、その何のためか分かる。今パリで流行ってない、うん、あの小学校とかで、あの頭じらみっていうの。ああ、はいはいはい、そのためなんですね。音楽院教えてるでしょ、はい、子供たちの中で今でも時々、うん、あのこう頭じらみ、うん、その短くしておくと比較的、あ、そう、あ、そういう理由があるんですね。多分それがあると思うんだけどね、うん。で、どう、今でもあんまりみんな最近シャワーするようになったのかな、フランス人。あ、でも日本人より少ないって話をよくしますよね。うん、少ない。2日に1回だったり。2日に1回も入ってる。いや、でも髪の毛は確か3日に1回しか洗わないっていう人いっぱいいますね。うん、あるね。まあ、普通だよね、3日に1回、うん。髪質が違うっていうのもありますけどね。なんかそんなにこう油が出ないのかもしれないですけど。どうだろう。細い人が多いじゃないですか、髪質は。細いね。うん、だから汚れる面積も少ないっていうこと、うん。まあ、だけど、これは宮廷、こんな手間がかかるし、こんなので働けないから、こう宮廷の中だけなんだよね。はい、だから他の質問でこれだけでもう答えられる質問が実はいっぱいあって、はい、この何、他のバッハっておじいさんですかっていう。あ、まあ、確かにこの絵は、はい、60歳ぐらいの時、なんか64歳で亡くなってるから、うん、まあ、亡くなる直前といえば直前だね、はい。で、中身はこれは中学生の女の子らしいんだけど、うん、中身はすごい怖そうに見える。 目の奥が笑っていない。はいはいはい。どう？いや、でもその優しい性格っていうエピソードじゃないですよね。どっちかっていうとこう結構きつい性格っていうか、そのなんかそういう話はあんまりしないんでしたっけ。そのなんか、いや、よくわかんないけど、その音楽弾いててそんな感じする時ある？いや、まあないんですけど、なんかその本当か嘘かわかんないですけど、そのなんかあったじゃないですか、なんか文句を言って刑務所に入れられたみたいな、そういう刑務所そういうエピソードはなんかたくさん残ってで、もう切りつけたりとか、うん、もう喧嘩早くて、はいはい、もうでもそれもどこまで本当なのかわからないじゃないですか。多分それは本当だ。あ、そうなんですか。と思う。あの、その記録は綺麗に残ってるから、あのちょっと今日はすいませんね、あのこうワイン飲みながらで、コルシカの普通のワイン。あ、どうぞどうぞ。でも、そう、この顔、そうですね、何の印象もなく、引いたこともなしで、これ見たら確かに怖いっていう印象誰でも受けますよね。あ、そう。これ見て、そんな感じ持ったことないんだけど、言われて、まあ、まあでも、あの、僕らの時代ってあれだけどさ、笑ってる写真すらなかったの。あ、写真撮るときに今こうみんなこう何、今どんなポーズするんだ。まあでも最低ピースとかさ、そういうのはムーピースはなかったし、ニコッとしてるのも。あ、先生の時代にってことですか。あ、僕の時代。ああ、はいはい、すいませんね、はい、笑って撮るっていう風習がなかったんだ。あ、記念撮影とかでも、うん、ハイチーズっていう言葉もなかったんですか。チーズはありました。
チーズが、うん、チーズ好きだった、うん、あの雪印のチーズしかないけど、うん、でもあれはなんかテレビができてから流行ったのかもしれないですね。とか、うん、あれ最近だと思うけどな。でも笑わなかったんですね。でもそうですね、昔のだって絵で笑ってる写真ってほとんどないですもんね、そのこの時代の人たちって。うん、まあ、肖像がめちゃくちゃ時間かかるし、はい、あ、これも偉そうに見せなきゃならないから、ね、はい、こうで19世紀になって写真が出てきても撮るのに何分とか何十分とか毎日1時間とかかかったから笑ってられないよね、うん、はい、まあ、それもあるかもしれないけど、 でもそういう、 こう実際弾いててさ、こうなんかこういう性格やったんだなとか、バッハがね、うん、もう感じることってある？ないですね。まあないよね。どうしてだろうね。ない。まあ短期といえば、まあ強いて無理にくっつけると、あの時折のもう4ショット単位で転調していく激しさっていうのは、はい、まあ、短期というのは短期かなと思うけど、性格の問題ではないかもなと思うけど、でその同じ中学生の女の子の質問で、はい、パイプオルガンで、あ、もちろん日本の子でね、バッハを聴いて音が減らなくて、そうだね、パイプオルガンビーッと出たものまでね、びっくりして頭がワンワンになってしまったっていうだけのことだけど、 そんな感じでわかる？パイプオルガンのサイズにもよりますけど、あ、サイズね、どこで決めたの？近いパイプオルガン教会ってのはどこがある、はい、じゃあパイプオルガン最近聞いたのは、そのシャトレーにある何教会、え、何教会の名前は忘れましたけど、うん、すっごいかなり多分大きいサイズのやつで、かなり大きい音で聞いても、うん、でもその隣で聞くこと絶対ないじゃないですか、パイプ音が出る隣でっていうのは、うんうん、なんでどういう質問でしたっけ、すみません。頭がワンワンしました。うん、それはもう少し離れて聞けばいいと思います。僕の時は、はい、バッハを生で聴けるなんてのは日本でも本当少なかったのね。でパイプオルガンが存在しなかった、はい、あったのかもしれないけど、まあでも今でも本当にカテドラルのパイプオルガンは今でもないわね。こう例えばノートルダムとか、あのマドレーヌ寺院だとか、はい、サンジェルマンデプレなんかの、やっぱあれを初めて聞いた時に、まあ、びっくりしたけどね。まあそうですね、びっくりはしますけど、何でしたっけ、頭の中ワンワンした、ワンワンした、あ、でも正しい表現なのかもしれないですね。でもそういう、でも、もしかしたらそれ日本で多分聞かれたんですかね。あ、どこで聞いたのかな。僕ちなみに日本でパイプオルガン聞いたことないです。だから全然違う感じなのかもしれないですね、もしかして。うん、ね、ものすごくうるさい可能性があるかもしれないです。確かに僕すっごい大きいところでしか聞いてないので。ああ、そのもう一つの可能性は、あのヨーロッパのこうフランスとか、まあ、ドイツもそうだけど、イタリアとかのカテドラルで大きいこうパイプオルガンを聞くと超低音が出るじゃない、もう 20Hz ぐらいの、うん、もうこう地を這うような、そうですね、うん、で怪しい音がこう響きが混ざって聞こえる、うん、あ、でもこの子もまたそういうの聞いたらもっとびっくりするかもしれないね。確かに今まで聞いたことない低音が聞こえたかもしれないですね。もう低音の、だからバッハが低音の世界だっていうのが、あ、そうだね。日本では低音の音楽っていうのはないかな。日本の建物とかホールでもあんまり低音が出ないし、うん、その次の
構ピアノの先生からの質問で、バッハさんはたくさんのダンス、メネット、ブーレなどを作曲されましたが、それを弾いて自分で踊ったり誰かが踊ったのでしょうか。どうも自分が踊ったことはないです。どうして、まずその曲に合わせてですね。だって弾きながら歌え踊れないですよね。でも僕が行ってた学校にはバロックダンスっていう授業があったんです。オプションで。あ、そうなんですね。やった？いや、やってないです。恥ずかしい。でも本当にやっとくべきだったなって思います。その機会がないとなかなかバロックダンスを習うってないですよね。なんで やったけどね、うん、機会はないけどね、うん、恐ろしい体験やった。あ、そうですか。で、うん、太鼓のクラスの、まあ、10代とか20歳とかだったんだけど、もうみんなこう、もうひげだとかむくつけきなんか汚い少年とか青年たちが4人あのバレエの教室に振り込まれて、はい、で4面周り全部鏡なんだよね。で、あのメネットとかクーラントも習ったり、サラバンドも習った。でもその前にもうみんなお互いの姿を見て、なんか銀タイツみたいなの履かされてさ、みんな吐きそうになったよね。でもあれって、うん、すいません、なんかあの伝わったのって全部紙で伝わったんですよね。もちろんそのなんてこれコレオグラフィーっていうのですよね。綺麗な楽譜と一緒にこう、そうですよね、足のステップが全部書いてあるのが全部残ってるから、で演奏するときさ、今度あれこの曲弾くでしょ、はい、その大方ダンスじゃんこう、はい、それは踊り意識する。僕はでも弾くのはそうですね。でもシャコンヌもそうですもんね。ダンスですもんね。ダンスだね、はい、それなんかシャコンヌのダンスっていうのはちょっといろいろなんかちょっと騒がしい時があったよね。僕はもうシャコンヌは完全に、でもすっごい意識 してるかもしれないですね、ダンスは。どんな風に、どんな風にっていうのは、自分が踊ってることは想像しないですね。誰か踊ってる人が目の前にいることですよね。自分が弾きながらこうっていうのではないかもしれないですね。そうだね、不思議と目の前で目を閉じたら誰かが踊ってるっていう。どれぐらいの大きさで、大きさってその見えてる像ですか。ちっちゃいんじゃないですか。もう等身大の人がそこにいることは想像したことないですね。頭の中に存在するこれぐらいのちっちゃい人かもしれないですけど。あ、そっか、はい、別に同じ意見出すの嫌だけど同じだね。こう目の前でこうミニチュアが踊ってるのが見えるな。それバッハの時だけ。いや、踊りってでも言い出したきりないですよね。でもそのスペイン音楽だったりっていうのを全部入れて、そのフラメンコとか入れたりですか。でもフラメンコギターのフラメンコ、フラメンコ僕は弾かないか、そういう曲な。いやでもでもスカルラッティの時に不思議と別に踊ってる人は想像しないかもしれないですね。あ、そう。でも本当はどうなんでしょう。意外とスカラッティなんかの時でも、あのパストラーレ、はい、もうあれも踊りとしてつながるんだよね。そうですね。でもあのソナタも半分ぐらいはもうダンスの世界ですよね。ダンスだね、はい、うん、だけどスカラッティではあんまり踊らない。不思議と想像しないですね。なんか、なんでしょう、そうですね。他の曲でそういう舞曲を想像することってない？あ、すいません。でもバイスとか、あ、バイスね、はい、あ、バイスってバッハの時代のリュート奏者だね。他でもあの、いやでもあの時代のやっぱりそうですね、組曲の中に出てくる舞曲っていうのは、いや、もっと新しいもの、ローテキド、新しい作品の時に、はい、そういうダンス奏者とか、あまりないです。あ、そうなの。はい。
どっちかっていうと歌ってる人とかですかね。なんか踊ってる人を想像するって、なんでしょう、なんかスペインのアルベニスとかですか、グラナドスとかで踊ってる人想像できますかね。なんかそれこそ本当にそのまま伴奏でなんかフラメンコのあれが出てきそうなイメージですけど、なんか歌の要素の方がすごく、はい、ファレでもすごいダンスの同じような質問があるんだけど、はい、うん、歌、うん、同じ人の質問で歌は、うん、難しいこと書いてるな。歌は心の殻を破るもので、感動した時、辛い時、つい口ずさんでこぼれ落ちてしまうものです。バッハさんはどんな時にどんな歌を口ずさみたくなったり感動したりしますかって、知らんけどね。あ、それバッハの気持ちになってってことですか。うん、そうだね。感動してとは限らんよな、バッハの場合。でもなんか、音楽、でも音楽が絶対間違いなく好きでそうだったわけですよね。うん、何だかな、何で見たのか覚えてないですけど、なんか400キロぐらい歩いてブックステフットのコンサート聴きに行ったみたいな話があるらしいですよ。っていうぐらい。その話は、はい、だからあのブックステフでが、うん、後継者を探して、はい、で友達とずっと歩いて仕事を休んで、こう、はい、ボックスとフードのところに行って、はい、あ、僕の記憶が間違ってたらごめんなさいね。あの、でバッハはブックステフではまあバッハの一世代前の人だけど、はい、ものすごく優れた音楽家で、はい、で、ただあることが原因で後継者にすごくいい職だったわけだよね、うん、あの帰ってきちゃったわけだよね、はい、その原因っていうのがちょっと言いにくいんだけど、よく聞いたらあのブックステフーダの娘と結婚するっていう条件がついてたわけ、はい、で一目見るなり帰ってきたわけ、うん、そうねそういう面があったらね、うん、あ、そういう、はいはい、他のオルガニストも同じ風にブッツテフーデのところに行ってお嬢様みんなに帰ってきたっていう話があるから、なんかすごく音楽史上、音楽史の上ではちょっと気の毒な女性かな。こういう話は残した方がいいんじゃないですか。いや、この話して割ともよく女性蔑視とかいうことでこうクレームくるな。確かにそうですね。そうですね。今うん、でもそのバッハが歌いたいかったかどうか、でも昔の人の感覚が今の人と全く違うわけがないっていうのは僕の中でやっぱりあるんですけど、多分他の質問にも共通してることだと思うんですけど、そのカツラで頭を隠したかったりとか、その何でしょう、あんまり変わりない、どういうところらへんが変わりないと、で単純に感動することは感動してただろうし、うん、犬見て可愛いっていうのはもう何千年何万年前から続いてるじゃないですか、で、うん、そんなに感覚って生まれながら、うん、やっぱり動物なんで、うんうん、変わらないものは変わらないと思うんで、そんななんか子供が誰に教わったわけでもなく小学校幼稚園行く前から聞いた歌を口ずさむじゃないですか。あ、うん、 そうですね、その感覚がないわけはないですよね。で音楽家だったら、うん、好きな歌を口ずさむなんて絶対してたことですよね。うん、ね、はい、不思議だけど子供の歌ってこういろいろ文化が違うとか国が違ってこういろいろ文化が違うってけど、どこに行っても子供の歌はそんなに変わらないよね。あれだから遺伝でどうこうとか言うけど、あれは後の環境とか風土の問題ちゃうかな。あと、いやいや、あのまあそのちょっとこう同意するのは嫌だけど、
人間ってなんて言うんですか。人間ってあんまり変わらないんじゃないかっていうのは、うん、音楽の時のなんかすごい根底にあるよね。うん、で一番のよりどころっていうのはやっぱりこう悲しいとか死んじゃうとか、うん、それから僕の場合はこう夜が暗いっていうのはいつも同じやん、こう、はい、夜になったら暗いじゃない。で夜をやっぱあんまり明るくしちゃダメだなって思うんだけど、うん、夜の暗さはいつの時代も大して変わらない、うん、あちょっと暗くなってきたなって、ね、で、あ何の話だ、歌だよね。歌バッハ弾いてる時に歌を感じる、はい、よね。ありますよね、もちろん、うん、それ案外聴いてる人はそう思ってないかもしれないね。なんか複雑なものを聴いてる感じ。バロック音楽っていうのはそういう、バロックって言葉が良くないからね。そうですね、うん、だからバロックっていうのも桂時代って言ってでバロックより前初期バロックとかルネサンスの時代を前桂時代、はい、実際そんな年表があるらしいよ、ね。でだから桂時代はモーツァルトで終わったわけだね。モーツァルトまでは宮廷とかから給料が出てるからね。でベートーベンが桂を脱いだからね、多分ね。で自分の楽譜を売ったりして稼ぐようになった。でそれなんていうのかな、無桂時代かな。無桂時代ごっかつらしてる、京都みたいなね、はいはい、ごっかつらしてるみたいなね、はい、いや、そうする、うん、いや、ちょっと突っ込みたかったのはそこじゃなくて、うん、こう、こう来た質問見ててちょっと感じたんだけど、はい、よく考えたら歌と踊りを別個にするけれども、はい、本当はあんまり違わねえんじゃねえかっていう、うん、うん、これ間違ってたらごめんなさいね。いや知り合い友人でそういう鳥の歌を研究してる岡野屋さんって人がいて、はい、で、まあ、彼の、本とか読んでると、いわゆる歌っていうのは定義難しいけど歌を歌うなって、どうも鳥だけらしいんだよね、うん、で、まあ、喉の器官はね、はい、違う。でダンスをする鳥もいるんだってさ、はあ、ちゃんとメトロムに合わせて、うん、その画像を見たけど結構速いテンポまでねきっちり足俺よりはだいぶ上手に、あ、そうですか、うん、足踏んでるわけね、うん、でとするとさ、鳥の祖先って恐竜とかいるじゃん、こう、はい、で恐竜は多分歌うのかなって、恐竜がダンスしたら面白いけどね、はい、まあそうか、喉の器官が違うから歌わないのか、うん、そうするとやっぱりダンスしないかな。人間でいうところの言葉と踊りがどっちが早かったかって言ったら踊りの方が絶対早いですよね、多分。どうしじゃないですか、だって。そうですか、なんか喋るより先にウホウホ言いながら踊ってるイメージがあるんですけど、そっちの方がだって簡単じゃないですか、単純に踊る方が喋って言葉一つ一つ発達して隣のとこ村まで伝えるより簡単じゃないですか。踊って隣の村に伝えたらなんかもう攻撃されちゃうんだよな、すぐバレる。確かにそうです。いやどうかな、でもなんかありませんでしたっけ、聞かないか、ね、そうですね、うん、でもゴールドベルグ変奏曲なんかも最後の方にもうザレ歌が出てくるんだよね、うん、それがすごい綺麗 でもう人を馬鹿にした歌なんだけど、そういうのもバカ好きだったんだよね、うん、多分ね。でだから結論としては好きだったからおそらく歌ってたでいいんです、うん、あ踊ったかどうかだね。ああバッハ自身がですか。まあ君が言うようにバッハが弾いてた楽器を鍵盤が多いし、うん、まあバイオリンだったら弾きながら歌える。ああそう踊れるです、はい、バッハの子供20人生まれて10人だけ育って、もうその頃ではまあ普通かもしれないね、うん、こうでももうね10人家族って、あ10人の子供がいて
って言うとめちゃくちゃにぎやかで、バッハが弾き始めたらやっぱり踊る子もいたやろね。そうですね、という気がするけどね。ここから、まあでも少なくともバッハの僕が知ってる舞曲は全て踊れると思う。シャコヌはもう僕は踊れると思う。で、元々はね、チャコンナとかね、あのイタリア語みたいなので書いたんだけど、はい、あのちょっと官能的な踊りだったらしいけどね。やっぱフランスでも禁止になった。あ、そうなんですね。禁止になる踊りって何やったんだろうよくわかんない。で、まあダンスとの関係は切れないあれですね。次のは僕はもう一言もわからないんだけれども、ちょっとここの真ん中のとこ、のだめカンタービレ関連の質問。のだめカンタービレ、4月が君の嘘等の作品で音楽、はい、のだめカンタービレはわかりますけど、4月が君の嘘は名前だけしかわからないですね。等の作品、はい、音楽家ので、登場する音楽家のキャラクターは同年代の子に比べてかなり自由だったり、小さい子と対等に会話できるような子供っぽいところがあるのですが、バッハにもそのような一面はありましたか？どう？知りませんだってまずこの2つを詳しく知らないことと、でものだめカンタービレはちょっと分かりますね。ちょっと待ってくださいね。どうなんでしょうね。だから昔の音楽家が一般の人と比べてちょっとこう社会的だったかどうかっていう質問ですか？社交的だったっていう質問ですか？そんな難しいことかよ。いや、あの難しくわざとしました。あの優しくしよう優しくしよう。いや、あの同年代の子に比べてかなり自由だったり小さいことが大変で、まあ、今の同年代の子がどうかわからないですけど、それをでも裏付ける僕はあれがないです。なんかそのバッハは絶対こうだったって、それは曲からも分かりえないですよね、さすがに。そうだね。よくわかんないね。もう一つ、はい、まあ、そバッハの時代は別にして、あのパリとかでいろんな音楽院で子供なんかを知ることあるじゃない、はい、こう割とフランスの方が子供と親しいよね。あ、それはあるかもしれないですね。どうしてだろう。言葉じゃないですか、そのタメ口だし、まず子供が、タメ口がフランス語で伝えてこう、はい、割と生徒たちも先生にタメ口を聞くわけだね、こうで喋る。そうですね。あと先生って言わずに名前で呼びますからね、待機って言いますからね、なんかそこの本当のちっちゃなことって結構変わるような気がしますけどね。日本人で例えば先生のことを呼びなんていうのか、あの正信って話しかけるのか、先生こんにちはって始まるのかってすごく大きい気がしますけど。いや、僕は現場を何回か目撃してるけど、君は子供してる時にすごい子供にから人気があるじゃん頭のレベルが一緒だから、はい、まあまあね、はい、まあそうかもしれないけど、あのそうだね、日本の場合はどうしてもこう言葉で距離があるよね。そうですね、まあでも向こうの子ももちろん敬語使う子はいるんですけどね。あ、そう、うん、名前で呼ばない子もいますよ。会ったことないわ。いやでもいますいます、やっぱり、やっぱり、あでも本当にちっちゃい子はいないですけど、中学生ぐらいになっていきなりこうなんか夏休み明けたらこう敬語になってて、ちょっと寂しくなる時はありますよ。あ、そう、はい、だから全然向こうの子が全く敬語使えないとかそんなことではないですけど、壁は一枚ちょっと薄い気がします。確かに
うん、僕がちっちゃい頃に習ってたなんかその習い事の先生たちに対した態度よりも確かにちょっと壁は一個薄い気がします。はい、そうだね、うん、これどうします。厳しい先生は、はい、君の時は細畑に厳しい先生っていた？いましたよ、フランスの、うん、どんな風に？でもハリセンで叩くような先生絶対いないし。あ、ハリセンで叩くからそうなの？多分そうだと思いますよ。あ、僕の時いたよ。あ、そうですか。普通に、うん、うん、あのスコトルスの先生のチェンバロの修略先生、はい、あの素晴らしいチェンバロ先生、僕も本当に勉強したんだけど、うん、あの勝手に長い鉛筆持っててちょっと間違うともうこの棒で指をパチンと叩かれた、こんなはずだ。そこはそれは絶対いなかったです。あ、そう、うん、もう体罰問題も全然フランスにもあるし。あ、そうか、もう一発で首です、それやったら。あ、フランスは昔、あの今フランス民主的で自由って言われるけど、はい、ちょっと前までは体罰あったよね。触るだけでもダメです。あ、そう、うん、なんででも体罰があったってあんま聞かないですけどね。どんだけラゴヤに厳しくされてもラゴヤに殴られたっていう話は聞かないですよね。先生の君はラゴについてないでしょ。ラゴヤ、まあ、もちろん、ああラゴヤってあの僕の時の先生なんだけど、そんな厳しくはなかったけど、ね、あ、そうなんですね、うんうん、でも厳しいのは修理学先生とか、うん、あとのフォンタン先生の方が。ああ、そうですか。じゃあもう殴られたエピソードは聞かないですね。厳しいっていうのはもうなんか喋り方だったり宿題が多かったりとか、そういう和声の先生とかいましたけど、うん、まあ、その宿題ちゃんとやったの？だからあんまりちゃんとやってない方だったの宿題を。前やるときはちゃんとやってたんですけど。で、和声の教科書って、専門的な話ですいません、あの和声ってハーモニー和音の並べ方の授業ですよね。それは厳しい。いや、もうすごい。キャットリーヌ先生という先生がいて、まあ、なんかこう下手くそな和声の宿題の結果を持っていったら、うん、もうものすごく爆音で引かれるっていう、こうそれはでも僕からして体罰というか一番傷つきますよね。これはないわってドーンって引かれるんで、みんなで団体レッスンじゃないですか。だから4人ぐらい5人ぐらい聞いてちゃんとした宿題をやってきた人も、みんなその課題にこの和音がつかないってみんな分かってるのに、その間違った和音つけてきたり汚い配置だったりしたら、わざとそこを強調して引かれるっていう、あの精神的な体罰もありましたけど、そういう先生が厳しいって言われるぐらい、他の先生はそんなことなかったですね、うん、そうだね。大砲の先生とか和声の先生とか、うん、あの坊山先生、総山先生とも、まあ、天才の先生だから、はい、しょっちゅう言われたのは、この対戦率はお前のどこから降ってきたんだっていうね。あ、ともかくパズルみたいにして解いてたからね、すごい言われた。うん、あ、でもその厳しい先生というのを見たかったらね、あのフォンタン先生ね、あのハープの、うん、97でお元気かな、が夏季講習、どこかの夏季講習のコマーシャル、はい、宣伝で出てたらレッスンの模様の、ね、映像がね、はい、に上がってたんだよね。生徒ほとんど泣いてんだよねこれ宣伝になんねえだろって思って、はいはいはい、もうほとんどもう涙しながらこうやって弾いてて、うん、もう本当はもうガチャッとか言って。でもそういう先生、必要以上に厳しくする必要はないと思うんですけど、なんかそういう熱血な人ってやっぱり必要ですよね。必要かもしれないね。あの僕はそんなきつくなかったですけどね。必要だと思います。大事だと思います。はい、なんか儲かりますか。いや、大丈夫ですけど、はい、でその次はない。のだめカンタベルを知っている前提。あ、でもこれさっきのですね。これはバッハだな。バッハと仲が良かった音楽家や、はい、ライバル視していた音楽家たちは誰ですか。バッハと仲が良かった音楽家、うんうん、まあ、それはいるけど、ね、だから先輩が、だからブックステフってになるんですよね。ブックステフで、うん、からブックステフ でもその前でも家族ですよね。その仲が良かった音楽家って言い出したら。あ、そうだね、ですよね、うん、家族だね、はい、でそうだよね、あの
だから2度結婚してて、2度目の、はい、マグダレーナっていう奥さんと息子たちとも共同で書いてる感じだよね。 どこからが彼奥さんの手になるものか、はい、これあんまりこう分析した意味がない。みんな一心同体で書いてるところあるよね。こう、まあ、するとビバルディね、ビバルディとかイタリアのものをすごく勉強してる。で、まあ、生まれた時もバッハ生まれた時もじゃあアイゼナハは、ね、神聖ローマ帝国だったからね、はい、こう、ビバルディをたくさん、あ、なんかビバルディのあれ四大チェンバロのコンテスト一緒にやったことあるよ。 ありましたね、先生の編曲で。ビバルディでしたっけ。あ、ノートビデビバルディ、ビバルディだったと思う。あ、そうなんですね。で、それがでビバルディその頃花形だったんだよね、はい、で、それをバッハが四大チェンバロに、でも四大チェンバロ持ってたんだね、バッハね。いい持ってたんですかね。持ってないとあれ書けないでしょ、うん、そうですね。今4大チェンバロのコンセプトやると大変だもんね。そうですね、4大チェンバロ、チェンバロを4つ用意しなくちゃいけないですね。だからビバルディとかそういう研究はすごくバカがしたんだと。実際でも家族以外に仲が良かったエピソードってあるんですか、誰かと。よく一緒に、まあ、でもやっぱりバッハはず抜けてるからね。で、まあ、クレプスだとか弟子たちっていうけど、クレプスの作品とか聞いたことあるけど、まあそれは違うわね。で、あ、もう一つ、あの今日来てた質問は、はい、あのバッハを弾いててこう感動しながら弾いてますか、それとも何か違う情景だっけ。あ、どっちなんでしょうね。それすごいいい質問というか、僕もなんか先生に聞きたいことですけど、自分が一番感動してる時のお客さんの反応か、結構冷静に弾いた時の反応なのか、なんかあと、まあ、反応じゃなくても録音聞いた時に、結構自分がすっごい本当に感動して弾いてる時ってなんかダメな時が多いんですけど、そう、どっちかっていうと。でも半々ぐらいです。あの、自分の録音聞くの好き。いや、嫌いです。大嫌いですけど、だから録音っていうよりも反応だったり、なんか全然受けないなと思ったら自分一人が感動してたりっていう時がバッハに関しては多いですけど。どうだろうね。感動しながらは絶対感動しながら弾いてますよね、もちろん。そう、感動っていう意味がいろいろだよね。あのこう、いや、だからバッハなんてそんなに、まあ、今度はね、もうたくさんお客さん入ってもらってるけど、はい、そんなに受ける作品ではない。地味な曲、弾くのもすごく努力しなきゃなんない、はい、なんでこんなにとっついてるのかっていうのはバッハが偉いからだよね。で、なんで偉いのかって、なんで偉い、なんで偉い、バッハはどうして偉いか、その曲の構造とかそういう話じゃなくてですよね。それ難しい話を別にしてだったら、飽きないからですか。飽きないからって結構あるよね。今回も思うけど、割とずっとバッハ漬けになってても、飽きないからっていうのはそれ割と僕は本質だと思って、あの、かつて自分が今まで聞いたことがない世界が現れることがあるじゃん、何か聞いてても知らないもの、それが美しいかどうか分かんないけれども、こう知ってる何者にも似てない世界
っていうのって意外とないんだよね。ないですね。どんな美しいものを見ても、うん、こう何かの そうですね、そう、美味しいものでも、うん、子供の時食べて美味しかったものが美味しいと感じたりするけど、確かに全く食べたことのない味な料理を、うっと思うって結構すごいことだと思わない？と思う。なんかその辺に何かがあるかなって、偉いかどうかはよく分かんないけどね、自分が知っている何者にも全く似てない世界が時々稽古してても広がってくるわけよね、はい、それは感動といえば感動なんだけど、飽きないから感動してるわけじゃないですよね。それがあるから飽きないからね。ああ、それ分かんない。何の話でしたっけ、すみません、質問っていうのは。感動しながら弾いてるか、感動しながら弾いてるか、他のことを思ってる時があるか、飽きないこと、何か考えて弾いてるかって言ったら、何か考えてねえな。シャコンヌの時だけですね。でも今までやったバッハの曲で誰かのことを考えたり、なんか何か他のことを考えるって言ったらシャコンヌの時だけですね。うん、ちょっとクソと思うけど。なんかそのね、ちょっとバッハの中で異質な感じが、そうです、感情的ななんか部分が出てくるかもしれないですね。なんか亡くなった人だったり、全く実は同じで、あのシャコンヌ弾いてる時って失った人がこう前を何人か通り過ぎることが多いんだよね。あの明るい時にいつも出てくるんですね。そう、あの暗い時じゃなくて、真ん中のね、日々になった時にファーストにって誰かが出てくる時があるのね、あれは不思議ですね。あ、そう、つまんねえな、同じ話。それでもシャコンだけですね。でも確かにその龍徳美曲1番2番3番4番出てこないですね、誰かとかは。この曲本当に誰かのためにっていうよりかは、これね、龍徳美曲の2番のややこしい風話の最中にシャコンと同じような気分になる気が、あれずっと延々とこう時間が繰り返されるので、なんかその間に知ってる人が出てくる時あるね。 あれちょっと不思議。でもシャコンはあんまりたくさん出てきてもらうと困るから、ちょっとこう、なんていうかな、そういう思いがきつくなりすぎるから、まあ、ほどほどの登場人物にしてほしいな。だからそこに本当になんかこうちょっと泣きそうになる時あるじゃないですか。それに泣きそうになった時が自分の中でちょっとダサい演奏になっちゃうんです、なぜか。僕そういう自分が割と好きで。そうですか。いや、なんかちょっと感情的になるべきもんでもないのかなって思ったりもして、いまだにその葛藤はありますけど、なんかこう、すごく感情込めて言われた感動の言葉って冷めるじゃないですか、聞いてる時って、ね、なんかもう大丈夫だからとか分かんないですけど、本当にありがとうっていうのは泣きながら言われるよりも、本当に気持ちがこもってるっていうのはそこと別にあったりするじゃないですか、なんかちょっと自分は演技してるつもりなくても、そのなんかあの亡くなった人がよぎった瞬間にちょっと演技っぽくなるのかもしれないです、結果論としては。割とですよ、思ったより感情としては、そこになんかもうこう流れていきたいんですけど、結果それを第三者、全くその事実を知らない人が聞いた時には、意外と別の感想があったりするなって思います。どうだろう、僕は多分君と違った意味で自分の録音を聞き返すのが嫌いなの。あ、でそれ全然正反対でさ、はい、あの自分の、あ、こんなこれカットしなきゃね、あの自分の演奏ほど心地いいのないよね。クリスチャンとかしたらちゃんとクリスチャンとするんじゃない、ここでこれタンって言ったら、思い通りに演奏してくれる演奏家って満足する自分が嫌いだけど、なるほど、だから甘やかしてしまうってことですね、自分で。自分そう、結局、あ、自分の演奏がいいわと思っちゃうから。、はい、
そういった意味で嫌いなの。いや、なるほど。君ほど、あの、なんていうの、こう謙虚、謙虚だ。あんたが謙虚か。いや、だって今のでも 聞いた人は僕の方が謙虚な感想なんですか。あなたの方がいいかな。分からないですけど、でも、いや、でも、どうなんでしょう。で、まあ、社訓の話に戻ると、どうして社訓の日取る時にこう失った人を思い出すかっていうと、ひょっとしたら、社訓の日ながらこれ考える時あるんだけど、社交の好きだっていう人が結構多かったっていうのがあるんじゃん。あ、やっぱり有名な曲だからね、映画にもなったし、だから社交が好きだっていう人がいたから、でついにそういうことを思い出したりすることってのはあるからね。こう、社交のがそのあれでしたっけ、奥さんでしたっけ、娘だ、娘ですよね。一応奥さん、奥さんです、バルバラマリア、最初の、最初の奥さんが亡くなった時のオマージュとして書いてるってことですか。僕はそうとも思わないんだけどね。僕もあんまり思わないですよね、それ。くせに亡くなった人を思い出すのは変なんだけどね。なんか時期的にはそうだけどね、経典で書いたから。どうなんだろうな、それは分かんないね。まあ、でも社交の、今度2人とも月末で社交の日ってで2人で同じ曲を弾くとなんか競争みたいと思う人いるかもしれないけど、あんまりそんな気持ちはないんだよね。ないですね。こうね、一つのものを見てこちらから見た、こちらから見た、違う、当たり前で、もうそれが OK なんで、もう違う演奏を聴いたらすごい嬉しいんだよね。こうちょうど僕にとっては社交の曲はあのセザンヌにとってのビクトワールさん、はい、エクサンプルバンスのセザンヌが一生かけて描いた山、見る角度、日によって違う、ただそれだけだから、演奏がいい、どちらがどうだとかいうのはそうじゃなくて、違う角度、違う時間が面白いよなって思うから、両方とも1回目2回目に社交のを入れたんだけどね。年齢とともに変わってくるじゃないですか、演奏、社交の特に多分そうだと思うんですけど、僕は多分最後に弾いたのが、今年はもう3回目とかになるんですけど、演奏するのでも、その前に弾いたのが、人前弾いたのが結構前なんですね、5年6年前なのかな、でその時とも違うんですけど、本当に先生みたいに30年とか40年経つと、そうなの、もっとだよ。じゃあ40年ぐらい経った時に、そのどれぐらい気持ちとしては違うものなんですか。まあ、演奏が違うのはもう当然そうじゃないですか。でもその気持ちの変化ってあるんですけど、それでも全く同じ気持ちで40年間変わらないんですか。もうこの最初のレコードがレコードだね、 CD じゃない、昔のレコード、最初のレコードが僕は YouTube に上がってるけどね、20歳、24歳の時聞きました。だから全然違いますよね、あの時の録音って。違うけど、恥ずかしいけど、あのそれはそれなりに好きです。で今度龍徳の曲を全部書き直してるんだけど、こう前聞かれたのは、じゃあ録音したのは龍徳の曲全曲バッハを録音したのは13年ぐらい前かな、であれを反省して書いたんですかって言うけど、全然違うわけ。見える景色が今ちょっと違うから、こうビクトワールさんだよね、山、違う角度に今自分がいるから、そこから書いてみたいというだけで、だから、まあ、書き、でもね、同じ曲を何回も書き直して、鍵盤はいいよね、大体決まった楽譜があるからさ、音を変えることないけど、こう僕の場合はこう最初から音を全部書き直すから、こう頭の中がこんがらがるよね。そうですね。だから、あの君のそんな今度やるヘンデル、もう選曲、僕はもう水滴低音からそのままリュートで弾いてたから、
でも決めないために書き直したいと思ったんだけど、もうバッハやってるととても時間がない、ね、うん、それはそうです。でそれで一番聞きたかったのはバッハとヘンデルと違うでしょ、うん、違いますね。何が違う、うん、同じ年の生まれなんですよ。ですよね。バッハ、ヘンデル、スカルラッチ、もう3人とも同じ、ね、とんでもない大天才が1685年同じ年からもうほぼ近い年にフランスでラモーが生まれて、僕はこのラモー、ヘンデル、スカルラッチ、バッハっていうのをとても尊敬するよね、うん、僕はでもヘンデル初めて今回演奏会で弾くの初めてなんですね、うん、うん、なんだろう、ヘンデルとバッハの違いですか。ヘンデルすごいいいでしょ。いいですけど、あれ違うよね、全く違う良さですね、うん、なんだろう、バッハよりさらに超自然というか、うん、そうね、あのバッハより今の時代に近い、まあ、そうですよね。だからバッハ、うん、でもバッハ自体がその当時ちょっと異常な感じですよね。そう、だいたい100年遅い人、はい、あ、遅いからって悪いってわけじゃなくて、うん、今で言うと突然昭和に明治の人が現れたという感じですよね、はい、だからあれをバロックとかでくくるのはちょっと僕間違ってるって、うん、ヘンデルは今の人でもすごく多分受け入れやすい音楽だし、受けやすいかな、でも全然日本では人気ないんじゃない。それはもうダメなんじゃないですか。ヘンデルのオペラなんか全然どこでもやんない、オペラさ、あ、オペラ、ね、うん、そうですね。でも今度バイオリンとやるのもすごく珍しいんじゃないですか、うん、あ、すいません、僕はバイオリンとギター好きなんだ、もうあれのなんか本当にこう人が綺麗に感じるのってこうああいう曲なのかなって思いますけど、ああ誰でも綺麗に思うというか、そう、でこうごくありきたりの風景みたいなんだけど、かすかな音の動きがありますね、こうハッとするわけだよね、バッハみたいにだからそのスペクタクルさはないんですけど、でもオペラはねかなりスペクタクル、あ、そうなんですね、この前エクサン・プロヴァンスの音楽祭でオペラ、ヘンデルのオペラを見て、でもうその日にもう日本か3本オペラ見てたんだよね、はい、でひょっとしてヘンデルのオペラでこう席があればと思ったんだけど、天井桟敷しかなくて、で天井桟敷に行ったらこう天井桟敷ってこう一番上だから、あのオーケストラがこう舞台の下のオーケストラよく見えるんだけど、舞台が半分しか見えないけど前の半分しか、ちょうどこう上からね、こうでそのオペラの最初があのなんていうの、今でいうベッドシーンから入る、でずっと最初の一幕の間はベッドシーンのこう男と女が足が絡んでる様子だけ上から見ててさ、なかなか素敵だったですね。ヘンデルってああいうとこがあるんだなと思って、そんなイメージがなかったですけど、なかなかあのすごいいいオペラ、僕オペラ、ヘンデルのオペラ見たことないかもしれない、ちゃんと見なくちゃダメですね。ラモーは公演されないですよね、そもそも、ラモーはね、この3年ぐらい前に、ギャラン、イルワシのインドを、もう大々的にやってたよね、あれすごかったよね、ラモーも僕はもうものすごく尊敬してて好きなんですけどね、日本では見ることもできないけど、多分それも生で見たことないですね、僕ラモーのオペラも。先生オペラお好きですよね。そう。僕なんかちょっと抵抗あるんです、いつも生で見に行くときに、なんかこう、突然歌うじゃないですか、当たり前なんですけど、みんなそう言うよね、めちゃもう本当になんですか、ど素人みたいですけど、その突然歌うことが未だにちょっとやっぱり理解できない部分があって、音楽だけ聴いてたいっていうか、っていうか歌の部分だけだったらいいんですけど、喋、る部分がすごく苦手なんです。わかる。なんか演技力を見たら そんななんか俳優ではないじゃないですか。わかんないです。こんなこと言ったら怒られるんで、これも切っといてほしいんですけど、でもなんかそのそこを、ずっと歌っててくれたらいいのかもしれないですけど。
あ、それは僕は恵まれてて、もう週に何日も毎週オペラ見に行ってたからね。あ、で最初嫌いだったわけ、はい、でそこの前亡くなったドニー先生が、ともかく僕、ドニー先生の言い方だと、僕はオペラが大嫌いだけど勉強のために見に行けって言うから、うん、もう週に2日3日オペラ見に行って、オペラがある時ね。で君と同じ感じ持ってたわけ、うん、でただあの各階にバーがあって、はい、幕間結構長いわけね、場面転換の、うん、幕間にそのバーで飲んでまた戻ってきて見るとだんだんこう現実なのかが境目がなくなってくるんだよね、うん、それと僕の時はね、ニースのオペラはね、モンサルト・カバリエが割とよく出てたわけ。めちゃくちゃうまくて、うん、でとんでもない贅沢な話ですね、うん、でしかも、もうその頃から割と巨大だったんだけど、だから椿姫がね、あんな結核で死ぬのにこんな巨大で寝そべってこう、でもそう結核のもう痩せた女に見えるんだよね。すごい演技力だったわけ。あ、演技力もあったんです、ね、演技力もあった。もうだからずっと男の背中越しにこう指がこう背中を掴んでるだけでもう感動するんだよね。うん、だからそういうオペラ歌手、いいものを見て、んいいものを見たらそういうあれなんですね。モンサルト・カバリエはやっぱりすごかったね。そうやって事前に予備知識がなくても楽しいんですか、やっぱり。ああ、うん。字幕じゃないですか。当時字幕も出なかったですよ、ね。字幕なんてあるわけない。ないですよね。今はバズるんだ。あれもちょっと冷めるんですよね。そう。なんか、三行で出るんでね、英語、フランス語なんとかで。なんかちょっと。あ、そう、出ます出ます。英語とフランス語は絶対出ます。イタリアのオペラだったら英語とフランス語で出ます。そうすると嫌だね、うん、ちょっと冷めますね。だって言う前からそれ出たりしますからね。それフランスだな。そっか、ヘンデルは、はい、こう弾いてて何を感じる？ヘンデルと、ヘンデルはもうプログラムなんだっけ、はい、ヘンデルとレバイという作曲家のソナタと、ベリオの、ベリオどうするの？それはもう来てからのお楽しみということで、でもレバイ、あのてかベリオの本当に綺麗な作品なんですよ。ベリオみんな綺麗だよ。うん、でもあのでもオペラだよベリオ。そうですよね。だからもう本当に1分ぐらいの曲なんですけど、ただそれでなんか僕どうしてもその曲で始めたくて。あ、そう。ベリオから始まるの？なんかバイオリンとギターを想像してきた人を本気で裏切りたいっていう一曲目で、でもまあ綺麗なんですよもちろん。でもヘンデルに入りたかったんですよね。バロックだったりバッハかヘンデルで入りたかったんです最初。でもそのまま行くとちょっとベリオとヘンデルってなんか似てるよな。ああ考えたことないですけど、面々でそういうなんていうかな。いやいいです今度のプログラム。でもなんかベリオで一回こう死んでしまうという感じですね。でヘンデルでよみがえっていく感じっていうか、こう一回こうなんていうんですかね、割ってしまう。バイオリンとギターってそんなに音質が一般的に言うと合う楽器ではないじゃん。そうですかね。いや僕 はほぼ初めてなんですよ。2回目なんですけどコンサートするのはバイオリンと、前やった時はピアソラとかだったんです、すごい。これは使いましょう。でもあのいやこれはカットしてね、もうあのピアソラが流行ってた時もう死ぬかと思ったんですけど、もう仕事で弾かなきゃならないから。いや僕は好きですけどね。あ、そう。何をこれ。でもあのなんかついバロックの音楽とかをやったことなかったんですけど、うん、やっぱり合うと思いましたけどね僕は。何が？いや音色。ああ、バリントン。あ、そう、今やってる方なんて藤井さん。藤井さん、はい、わ、いいよね、うん、今で失礼ない方だけど、あのヘンデルはバリンでやっぱ大変なもんある。あ、弾ける人っていないから。そうですね。うん、もうずっと一日ヘンデル聴いててもいいと思う。
うん、だってそういう気分になってきましたね、うん、最近、うん、もう夜にねこうちょっといっぱい飲みながらこうレンデルのものをずっと聴いてるってすごく幸せな状態、うん、あ、まあ、頑張ってください。ありがとうございます。はい、もうすいませんまとまらなくてバッハの話だっけ。はい、じゃあスイカの質問、はい、ん？ん？作曲音楽家作曲家の方は好きな曲、あ、最後一問残ってた、一問だけ、音楽家作曲家の方は演奏家も含んでるのかな、好きな人に曲を送りがちな気がするのですが送ったことある？ないです。ないな、そう。あ、そう。先生ありますか？一応黙秘権ってことやろ。これで終わっといたらいいじゃないか。おしまいです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。